浅吹恒吉浅吹恒吉5月28日から1955年3月10日は、日本の実業家、元三越社長、元帝国生命保険社長。長男、浅吹栄一は、木金の研究家で、日本木金協会創立者。三男、浅吹三吉は、元慶応義塾大学法学部教授。長女、浅吹富,富子は翻訳家として知られる。 フランス文学者で詩人の浅吹良次は孫。小説家で第144回、芥川龍之介賞を受賞した浅吹マリコは彦。2001年、ノーベル化学賞を受賞した野り義春とは親族関係である。実業家、浅吹英二の子として東京府に生まれた。慶應義塾幼稚舎を経て1893年12月、慶應義塾生家を卒業。 1896年に英国に渡りロンドン大学で経済学を学んだが2年で病を得て帰国。1900年から1906年まで日本銀行計算部に勤務。1906年9月商業視察のため米国に渡り三井物産ニューヨーク支店に勤務。1907年11月帰国。1909年に父おじらの支援により 商社千代田組を創業し、1913年まで初代社長を務め、1913年、三越五福天常務に就任。1925年、帝国生命保険会社社長。東京芝浦電機、王子製紙、台湾製刀などの重役を兼務。慶応義塾在学中からテニスに関しては、有名だった。陸軍中将長岡外資の娘である妻の磯本。 共にテニスの名手としても知られた。1922年に日本帝急協会が創立され、初代会長は浅吹が務めた。芸者遊びも盛んで、柳橋では父親へにを追う麻吹、この常吉を小麻吹と呼んでいた。高輪の本邸と軽井沢にあった別荘、ネムバト荘はいずれも後に日本に帰化した米国人宣教師、 ウィリアム・メレル・ボーリズの設計によるもの、ありがとうございます。